SMS ラインラントラインラントは、ドイツ海軍の戦艦。ドイツ発の土球戦艦ナ、ナッサウ級の一隻。ナッサウ級の戦画ラインラントは、古いザクセン Q 走フリゲート、ビュルテンベルクの大艦として、エルザッツビュルテンベルクという歌唱で発注された。シュテッティンの AG フル艦舎の造船所で1907年6月1日に、機構、同系艦、ナッサウ同様、建造は、 完全に秘密裏に進められ、兵士が造船所やクルップ社のような建造資材を納入する会社を警護した。1908年9月26日浸水。偽装は1910年2月末までに完了した。造船所の行為により、1910年2月23日から3月4日まで、スビネミュンで起きで限定的な大焼け身が行われた。それからキールへ運ばれ、 そこで1910年4月30日に収益し、太陽艦隊に加わった。1910年8月30日にラインラントは、ビルヘルムスハーフェンへ移され、大多数の乗組員は心臓の巡洋戦艦フォン、デアタンに移った。9月に実施された秋の艦隊演習の後、乗組員は退役した全土急戦艦セーリンゲンの乗員によって補充された。それからラインラントは、 太陽艦隊の第一戦艦戦隊に配属された。10月に艦隊は例年の冬の巡航を行い、11月には演習を実施した。ラインラントは1911年、1913年、及び1914年8月のノルウェーの夏の巡航に参加した。ラインラントは戦争中のほぼ全ての艦隊の出撃に参加した。 最初の作戦は主に巡洋戦艦により行われ、1914年12月15日から16日にスカボロー、ハートリプール、ウィットビーを砲撃した。この作戦中、土球戦艦12隻と全土球戦艦8隻を含むドイツ艦隊は6隻の巡洋戦艦からなるイギリス戦隊の10回離以内に接近した。しかし、護衛の駆逐艦同士の衝突により、 ドイツ艦隊の指揮官、フリードリ・ヒホン・インゲノール提督は、ドイツ艦隊がイギリスのグランドフリート全軍と衝突しつつあると判断した。そして、インゲノールは戦闘を打ち切り、ドイツ本国へと向かった。1915年4月24日、ドッカーバンクへの艦隊の出撃が行われた。この際、ラインラントのウゲンガーエンジンの高圧シリンダーが故障した。 その修理に5月23日まで要した。リガ湾の戦い、編集1915年8月、ドイツ陸軍によるリガ攻略を支援するため、ドイツ艦隊はリガ湾からロシア軍を追い払おうとした。その実現のため、ドイツの作戦立案者は湾内のロシア海軍部隊の追放、または破壊を目論んだ。ロシア海軍はそこに全土級戦艦、スラバや、 多数の包艦及び駆逐艦を有していた。また、ドイツ海軍は湾の北の入り口に嫌い腹を作り、ロシア海軍の図。作戦のために集結した艦隊には、ラインラントとその同系艦3隻、ヘルゴラント急戦艦4隻、準指揮艦はフランツ・フォンヒッパー中将であった。8隻の戦艦は、ロシア艦隊と交戦する部隊の援護にあたる予定であった。 8月8日に実行された一度目の作戦は不成功に終わった。ロシアの嫌い、腹の総会に時間がかかり、ドイツの嫌い不設艦ドイチュラントによる嫌い不設が行えなかった。湾内侵入の二度目の試みは1915年8月16日に行われ、戦艦ナスサウトポーゼン、軽巡洋艦4隻と水雷艇31隻がどうにかロシア軍の防御を突破した。 襲撃の1日目に、ドイツの総海艇、T46 と駆逐艦 V99 が沈んだ。2日目、ナッサウトポーゼンがスラバと砲戦を行い、3発の命中弾をあえて、スラバを撤退させた。8月19日までに、ロシアの嫌い、原の総海は完了し、部隊は湾内へ侵入した。しかし、連合国の潜水艦が存在するとの報告があった、ため、 ドイツ軍は翌日作戦を中止した。北海に戻ってから、編集8月末までにラインラントは、太陽艦隊と共に北海沿岸の基地に戻った。次の作戦は9月11日から12日に行われた北海への出撃であったが、この時は何も起きなかった。次の出撃は10月23日、24日にあったが、イギリス軍部隊とは遭遇しなかった。 1916年2月12日、ラインラントは後半な整備のため造船所に向かった。整備は4月19日まで続いた。艦隊に戻ったラインラントは4月21日から21日に再び北海への出撃に参加した。2日後には砲撃作戦が実行された。4月24日から25日に第一偵察軍の巡洋戦艦が ヤーマスとローストフトを攻撃し、ラインラントは、その支援に当たる戦艦の一隻であった。この作戦中、巡洋戦艦ザイドリッツが触来した。視界不良のため、イギリス軍により妨害がなされる前に、作戦は中止となった。ユトランド沖海戦、編集詳細は、ユトランド沖海戦を参照ラインハルトシェア提督は、すぐに、イギリス沿岸への次の攻撃を計画したが、 在ドリッツの損傷や第3戦艦戦隊の土球戦艦の何隻かでコンデンサーに問題があったことから計画は5月末まで遅れた。ドイツの戦闘艦隊は5月31日3時30分にヤーデから出撃したノート1。ラインラントは W エンゲルハルト少将が指揮する第1戦艦戦隊の第2部隊に配属されていた。ラインラントは 舞台の中で2番目に位置しており、前には戦艦ポーゼンが、後ろには戦艦ナッサウトベストファーレンが位置していた。第2部隊は土球戦艦の中で最後部に位置しており、その後ろには第3戦艦戦隊の全土球戦艦が続いていた。17時48分から17時52分まで。 ラインラントを含め11隻のドイツの土球戦艦がイギリスの第二系巡洋艦船隊を攻撃したが、その距離や視界不良のため効果的な砲撃を行えず砲撃はすぐに打ち切られた。およそ10分後、ラインラントは再びイギリスの巡洋艦に対する砲撃を開始し、サウサンプトンと思われる艦に狙いをつけたが、命中しなかった。 20時15分までにグランドフリートと対面したドイツ艦隊は反転し、そのため間の順序も逆になりラインラントはベストファーレン、ナッサウに次いで戦闘から3番目となった。21時22分にドイツの艦列の戦闘に位置するラインラントとベストファーレンの乗員が来席を2つ発見したが、実際には巨来は存在しないことが判明した。それから、 第一偵察軍の巡洋戦艦を先頭にするため、ラインラントなどは速度を落とした。22時頃、ラインラントとベスト・ファーレンが、所属不明の警戒部隊を発見した。単焦灯によるスイカは無視されたため、発射されているかもしれない魚雷を回避するために2隻は、右に回答した。第一戦艦戦隊の他の艦もそれに習った。HMS ブラックプリンス0時30分頃、 ドイツの艦列の戦闘の部隊が、イギリスの駆逐艦及び、巡洋艦と遭遇した。近距離での激しい砲戦が開始され、ラインラントは2200から2600メートルの距離で、複砲により、装甲巡洋艦、ブラック・プリンスを攻撃した。数分後、ドイツの戦艦は魚雷を回避するため反転した。0時36分、ブラック・プリンスの発射した6インチ砲弾2発が、 命中した。一発目は全部の単焦灯4機のケーブルを切断し前方の煙突を損傷させた。二発目は艦の側面に命中し全部の装甲核壁上で爆発した。爆発で核壁は内側に曲がったが貫通はされなかった。およそ45分後、ラインラントは別の駆逐艦に対し砲火を開いた。しかし、ドイツの巡洋艦が 車線に近づきすぎたため砲撃を停止した。同じ頃、ブラックプリンスは戦艦オストフリースラントの正確な砲撃で葬られていた。太陽艦隊はイギリスの駆逐艦部隊を突破し、6月1日4時までにホーンズリーフに着いた。その数時間後にドイツ艦隊はビルヘルムスハーフェンに帰還した。海戦全体でラインラントは28センチメートル。 砲弾35発と15センチメートル砲弾26発を発射した。ブラックプリンスからの命中弾で10人が死亡し20人が負傷した。修理はすぐにビルヘルムスハーフェンで行われ、6月10日までに完了した。ユトランド沖海戦後、編集次の艦隊の出撃は8月18日から22日に行われた。第一偵察軍の巡洋戦艦が、 沿岸の町サンダーランドを砲撃し、イギリス軍の巡洋戦艦部隊をおびき出して撃破するのが狙いであった。戦闘可能な巡洋戦艦が2隻しかなかったことから、この作戦のために3隻の土球戦艦マルクグラーフ、グローサークルフィルスとバイエルンが偵察軍に加えられた。それらの後ろでラインランドや太陽艦隊の残りの艦艇は支援に当たる予定であった。イギリスは ドイツの計画を察知しており、ドイツ艦隊迎撃のためグランドフリートが出撃した。グランドフリートの接近を知ったドイツのシェーア提督はグランドフリート全体との戦闘は望まなかったため、ドイツ艦隊は撤収した。9月25、26日、ラインラントは水雷艇部隊の北海への出撃を援護した。ついで10月18日から20日の艦隊の出撃に参加した。 1917年初め、ラインラントはドイツ湾での見張り任務に着いた。7月から8月には食事の質の悪さのため乗組員は規則に従わないようになった。ラインラントはバルト海で行われたアルビオン作戦には直接は参加しなかったがイギリスがロシアを助けるために行うかもしれない攻撃に備えてバルト海西部に止まっていた。フィンランド遠征。 編集 SMS ベストファーレン1918年2月22日、ラインラントと戦艦ベストファーレンはフィンランドに展開予定のドイツ陸軍部隊を支援する任務を命じられた。3月6日にオーランド諸島に到着。4月11日、ヘルシング保守へ向け出発。その後は燃料補給のためダンツ費へ向かう予定であった。しかし、途中でノームに遭遇し、 7時30分にラグスカー、島に座礁した。この事故で二人が死亡し、艦も大きく損傷した。三つのボイラー室が浸水し、内閣にも穴が開いた。4月18日から4月20日に離床が試みられたが、失敗した。全、石弓戦艦シュレチンを現役に復帰させるため、乗員は一時的に艦を離れた。5月8日に浮きクレーンがダンツヒから到着し、 手法や装行板が取り外された。ラインラントは通常の排水量の3分の1以上に当たる6400メトリックトン軽くなり、浮き箱の助けも借りて7月9日にようやく離床した。ラインラントとはマリーハムに栄光され、そこでいくらかの修理がなされた。7月24日、2隻の引き船の助けを借りて、ラインラントはキールへ向かった。 キールには3日後に到着した。修理するのは現実的ではないとされ、ラインラントは10月4日に退役し、キールで閉舎とされた。1918年11月のドイツの崩壊後、急戦協定の条項に基づき、太陽艦隊の大半はスカパフローに抑留された。ラインラントとその同系艦3隻はその中に含まれておらず、ドイツの港に泊まっていた。 抑留されていた官邸は1919 19年6月21日に自沈した。その結果、連合国は沈んだ官の代わりを要求した。その中にラインラントは含まれ、1919年11月5日に除籍された後、連合国に引き渡された。ラインラントは1920年6月28日にオランダ、ドルトレヒトの解体業者に売却された。 4月29日に、そこへ,へ移行され、翌年末までに解体は完了した。フットノッツサイテシャンズ、ありがとうございます。